おはようございます。どうもドラヘンです。皆さん金曜日になりましたね。週末いかがご予定はありますでしょうか。僕は予定はないんですけど、まあ今日もいつも通りビルワークに通おうと思っております。寒い時期もいよいよ抜けて、なんか来週ぐらいからなんか気温が10度を超える日が続くということになっております。北陸、僕の住んでいる北陸の方も、まあ、結構な気温の差になりまして、なんだか花粉が飛び始めているような気がします。なんか、杉の葉っぱを見るとだいぶ赤くなっているので、もう飛び始めているので、来週ぐらいに早め早めに症状が出る前に花粉症の薬をもらいに耳鼻科に行こうと思っております。引き続きね、背中の治療も行っていきたいんで、ちょっと病院巡りが続くと思うんですけど、まあね、辛い思いをして長いこと耐えるよりかはささっと薬もらって楽になった方がいいかなと思っております。最近応用情報技術者試験の勉強してるんですけど、なかなかうまくいかなくて、過去問道場というウェブサイトを利用してやってるんですけど、まだ網羅率が 50% もいかない 46% ぐらいになりまして、まあ全部網羅しようと思うと2000問近く回答しなきゃいけないんで、まだそこまでは行ってないという状況になっています。資格試験もあと4月の21日なんで2ヶ月ちょっとなんですけど、ちょっとねこのままやと勉強のペース間に合わんかなと思ったりしております。自分的にはプログラマーのやってた、元プログラマーなんですけど、あんまりプログラムの問題得じゃないなと思っておりまして、なんかいわゆる何や理系じゃなくて文系系の問題を5問は解いていこうと思ってるんですけど、なかなか経営戦略とかね、システム監査とかってなんかちょっと聞かれると、なんだこれってなったりしますし、逆になんかデータベースの問題何個かなんか最初からもう外してやってたんですけど、意外とやってみたら、あれこれ結構解けそうじゃないっていう問題もいくつかあったので、やっぱ5問題も結構やっぱそれなりに網羅しておくと、なんか当日試験になった時なんか難しい問題となんか当たり外れが結構あるらしいので、それを回避できるかなと思っておるので、そこで拷問においても網羅率を高めていきたいなと思っております。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。